試合に勝つために必要なこと、それは何だろう。もちろん練習は大事だ。数多く練習すれば上達する。でもそれ以外にも大切なものがある。それはメンタル、気持ちと用具。プレーを支えるメンタルと用具の2つに科学の目を向けてみよう。サッカーが大好きな小学生に聞いてみた。メンタル面で気をつけていることは何？点を取られた時にやっぱりみんな点を取られて首、頭が下向いちゃって前向きにならないので、僕はやっぱりまだ時間あるからまだ点は取れるよって言って 声をかけてます。できるだけ落ち着くように心に言い聞かせる。時々ガチガチになっちゃう時もあるけど、でもやっぱりチームプレーだから一人がガチガチしちゃうと足手まといになっちゃうからいけないと思う。だからやっぱりリラックスしてチームのために、そして自分のために頑張って。いろいろな意見が出たけれど、緊張を和らげ落ち着いたりリラックスしたりすることを心がけているようだ。緊張すると一体体にどんな影響があるのだろうか。サッカーで最高のプレーをするためのメンタルについて専門家を訪ねて話を聞いてみた。もう本当にこれから試合が始まるっていうところでは、リラックスしているよりかはやっぱりある程度緊張がある、あるいは不安があるっていう状態の方が力が発揮しやすいんじゃないかなっていうふうに思います。よく言われるのは逆有事っていうふうに言われていて、低すぎてもダメだし高すぎてもダメ、その最適な場所がちょうど逆有事になってきている。それは人によって随分違ってくるところもあるのかもしれませんけども、そこを見つけていくってことが大事なんじゃないかなというふうに思ってます。最も高いパフォーマンスでプレーするためにはこの逆有事曲線が高くなる緊張レベルで試合に臨む必要がある。ではその状態を見つけ維持するためにはどうすればいいのだろうか。なかなか難しいかなというふうに思いますけども、でもやっぱり一つはやっぱ経験を積んでいくっていうことがすごく大事なんじゃないかなというふうに思いますし、ただ経験積んでいくだけじゃなくてその時の振り返りっていうか、自分の緊張状態がどうだったか、その時のパフォーマンスはどうであったかっていうことをやっぱりきちっと振り返りながら経験を積み重ねていくってことがまず大事なんじゃないかなというふうに思います。サッカーに限らずスポーツの練習においては振り返りながら確認をしていくことが重要だという。大体成功している選手たちっていうのはやっぱり自分の強みは何かっていうのをよく知ってますし、逆に自分の弱みが何かということも多分よく分かっていると思うんですね。でそうやって考えていくとやっぱり自分自身の評価がやっぱりきちっとできているっていうようなことで、それはやっぱりさらに言えばやっぱり常にやっぱりトレーニングを積み重ねていく中でやっぱり自分を見つめるというようなことをやっぱり普段からしていることのこう積み重ねになっていくんじゃないかなというふうに思います。サッカーはチームプレー、個人競技とは違いチームで行うスポーツであることもメンタル面には影響があるのだろうか。自分だけが調子よくて他がダメ、あるいはチーム全体の流れがどうかということもその選手の心理的な側面には影響を及ぼすんじゃないかなというふうに思います。勝てるチーム、勢いがあるチームは先制点されてもまだ90分あるから大丈夫だっていう、そういう状況になりますし、負けが続いているチームは1点取っただけでもまだこれで不安感がなかなか拭えないっていうようなことが当然やっぱりあると思うんですね。ではチームの状態が悪いときどのように乗り越えていけばいいのだろうか。そういう負けてるチームの中でも小さい成功をやっぱり繰り返していく、積み上げていくってことが非常に大事じゃないかなっていうふうに思ってます。自己効力感って言われる概念があるんですけど、ある課題に直面したときにこれは自分で、やれることができる、乗り越えるできるっていうふうに思えるかどうかっていうことが非常に重要であって、その自己効力感というのはやっぱりその成功体験とか、それは自分自身の成功体験だけではなくて人の成功体験を見ることによってもそういうようなことが高まるっていうふうに言われています。自己効力感、
目の前の課題は絶対に乗り越えられるんだという期待や自信。それはいきなり大きな課題を乗り越えるのは難しくても、小さな課題を乗り越える成功体験の積み重ねから生まれてくるという。この小さな成功体験とはどんなことを指すのだろうか。普段の練習の中で上手になっていくっていうことも本当に小さいきっかけっていうか、あ、こうしたら自分はうまくボールがコントロールできるんだ、こういうフェイントでは自分は抜けるんだっていうことがもう本当に自信になっていくし、その小さいことが結局積み重ねていって、やっぱり大きな成功をつかむことができるんじゃないかなっていうのを。一人一人の小さな成功体験を積み重ね、その一人一人の成功体験をチーム全体で束ねていくことで、課題を克服しステップアップできる。メンタル面とともにプレーを支えてくれる用具、特にシューズはとても大事だ。直接ボールに触れるこのシューズを見てみよう。シューズメーカーの研究所を訪ねてみた。この研究所では最新科学に基づいてシューズの研究開発が行われている。この日はシューズに取り付けられたマーカーを周りを取り囲むように設置した特殊なカメラで撮影する実験が行われていた。この実験では素早い動きをした時にどういう方向にグリップがかかっているですとか、どういうふうに足がこう回旋しているですかとかってことを測っていまして、例えばシューズごとにこういう設計をすればより回旋しにくくなるとか、グリップが効きやすくなるっていうようなことを設計するための実験をしています。地面に埋め込まれた圧力センサーの上でターンして走る動作をすると、どれくらいの力がかかりシューズがどのように変形するかが分かるという。そうですね、サッカーはポジションごとに動きが変わるんですけれど、やっぱりダッシュをしたりランニングをしたり、または左右に切り返したりと、たくさんいろんな方向に動くっていうのが一つ特徴と、あとやっぱりボールを触るスポーツですので、そういうことも配慮したような設計が必要となってきます。同じサッカーというスポーツでもポジションやプレースタイルでシューズに求められる特性は違い、デザインや機能に変化が求められるという。例えばこのシューズはフォワードを対象にして作られているんですけれども、この青い部分っていうのが他の黄色いところに比べると柔らかくできていまして、そうすることで曲がりやすさっていうのを実現しています。でこういうことをしている意義っていうのは、フォワードっていうのはやっぱりダッシュをしたり素早く動くっていうことが求められますので、そういう時に機能するようにこういうところに柔らかい溝というものを配置しています。ここの赤い部分を見ていただけると、ここが硬い材料になっていまして、シューズをボールを蹴る時にこうソールが変形しますので、その変形を抑えるとボールがより早く蹴れるようになりますので、そういうことを考慮してこういう材料を配置しています。強いシュートを打つためには蹴った力をできるだけロスすることなくボールに伝える必要がある。しかしキックの反動で足が反ってしまうとボールに伝わる力が弱くなってしまうのだ。そのロスをなくすため靴底に硬い素材を入れて反りを抑える設計がされている。これも足の動きを計測し、より機能性を高めるためにはどうすればいいのかという研究をもとに採用された。この他にもポジションやプレースタイルに合わせてサッカーシューズはデザインされているという。例えばこのシューズのデザインとして入れられたラインにも実は秘密が隠されている。デザインといった要素もあるんですけれど、その中でもどういうふうなことをすればより効果が高まるかっていうことをデザイナーと相談しながらデザインをしていただいています。例
例えばこのシューズですとこの黄色いラインがこの紐に向かってつながっていることでしっかりかかとのホールド性を高めるといったような効果を設計しています。デザイン性を高めながらより足にフィットして動きやすくする。サッカーシューズは足の動きや選手のプレーの研究からその能力を最大限に引き出せるように研究されている。シューズを設計するときにやっぱり履くのは人間ですので人間の動きをしっかり研究をしてその動きに合ったシューズを作るということを大切にしています。例えばこのシューズですと素足感覚というのを大事に設計していましてこういうふうな前の曲がりっていうものを足なりに曲げるっていうことをすごく大事にして設計しています。より曲がりやすいものですとかあとは例えばこっちのシューズですと今度は運動量がすごく多くて疲れにくいことを重視しているような方のためにスタッドが本数が多くなっていたりですとかこういうふうなクッションが入っているようなものがあります。なので自分のそのプレースタイルとかどういうことをしたいかっていうことを軸にシューズを選んでもらえるとより合ったものが見つかるかなというふうに思います。選手の特性得て増えてに合わせてポジションが決められるようにシューズもそれぞれのポジションやプレースタイルに合わせて設計されていた。そしてそれは人間の動きを科学的に分析し研究することで実現されている。メンタルと用具、科学の目で見つめることでサッカー上達のためにはこの2つが重要だということが分かった。スポーツとサイエンスが一つになることでスポーツはもっと面白くなる。